はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん、あの重機王ドボクザークっていうモンスター、ご存知でしょうか。お前誰やねんっていうモンスターだと思うんですけども、お前誰やねんモンスターをちょっと今日はですね、救っていきたいと思っております。このモンスターマジで誰も使ってないと思うんですけどね。効果説明します。機械族エクシーズ効果、レベル5モンスター ×3 で作れますと。で、攻撃力が3200、守備力が2000と。1ターンに1度このカードの、オーバーレイユニットを1つ使うと、相手のデッキの上からカードを3枚墓地に送る。で、その中に、モンスターカードがあった場合、その数まで相手フィールド上のカードを破壊する。これお気づきですか皆さん、この破壊効果、もし相手のデッキの上からカード3枚送ってモンスターだった場合、対象に取らないんですよ。破壊する効果が強いでしょこれ対象に取るとか選択してとか書いてないじゃないですか、効果に。これ対象に取んないで、ワンチャン対象に取らずに3枚破壊できるんですよ。バカ強いっしょ、効果通ればねだから、今日は、このドボクザークさんを、活躍させるデッキを組んできました。で、どうやって出していくか、このレベル 5×3 ってめちゃくちゃ難しいんですよ。なんで今回はですね、レベル5を3段で並べるギミックとして、オノマトランス、まあレベル5が結構簡単に並ぶんでね、これを採用します。で、コンボパーツは3枚です。オノマトピア、それから、ドドドドライバー、それからガガガマジシャンっていう、この3枚を、手札に揃えるとレベル5が3段になります。まずオノマトピアを召喚して、でドライバーを特殊召喚して、ガガガマジシャンを特殊召喚しておくと、ドライバーの効果でフィールド上の、ドロドトランスなモンスターのレベルを1個上げるよっていう効果2回まで使うんですよ。だからオノマトピアを5にする、でドロドドライバーを5にする、でガガガマジシャンは自分で5にできるんで、でそれで5、5、5になるんですよ。だから5、5、5ってなって、でその3体で、土木ザークを出していくと。で土木作業をして、汗水流すと相手のフィールド上のカードを3枚選んで破壊することができるかもしれないから、まあ言うて相手のデッキの上からモンスターが落ちないって意味ないよ。もちろん運ゲーだよ、基本的には。基本的には運ゲーだって相手のデッキ知らないもん。相手のデッキにモンスターがいるかどうか知らないから、そ運ゲーだけど、そ頑張る、気合で、気合で頑張って、でモンスター落として、ほんで3枚破壊するんじゃん。で破壊したら効かせるんじゃん。ほんで打点上げてぶん殴るっていうね、そういうデッキになってます。で、あまりにもそのギミックに注力しすぎるとマジで弱すぎたんで、一応あの普通のオノマトムーブもできるようにしてます。一応ね、保険だよ、これ保険、ほぼ基本的にはそのドボクザークで勝っていくか。というわけで早速ね、ドボクザーク作っていきましょう。デュエルスタンバイさあお相手の方、本気のデュエルをしよう。ユベル見せてあげるよ、サンダードラゴンかな。このデッキなんですが、見せてあげるよ。オノマトの動きもまあできるんで、別に弱くはないですなんかドボクザークとかいうなんかどうでもいいモンスターを作りますとか言ってますけど、これあのドボクザーク出す過程で意外といろんなモンスター出るんで、なんか意外と悪くはないっていうね。揃いましたね。これクリボールありますかね。彼サンダードラゴンって基本的になんかあのフォトストリックバウンサー立てられない展開ってめちゃくちゃ弱いんで、なんかワンチャン誘発握ってることが多いんですけど、まあ行くしかねえか。でモンスター特殊召喚していく。さあガガガマジシャンを特殊召喚、そしてレベル4の、ドロドロドライバーをレベル5に変更していく。そしてこのモンスターはこの効果を1ターンに2度まで発動することができる。よし、そしてガガガマジシャンの効果を発動。ガガマジシャンの効果によって自身をレベル5にしていく。いくぜ、レベル5のモンスターが3体いくぜ。うおー、はい、土建業者通りまーすはい、土建工事やりまーす。はい、交通整理いきまーす。重機王土木ザーク特殊召喚、重機王土木ザークの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、お前のデッキから3枚お、よし、2枚破壊できる。なんてこの効果は対象取らない破壊マジで人格すぎる。クリボールやめて、クリボールやめて。うわー、イエーイもう一度、はい、最強、はい、土木ザーク最強さあお相手の方、
トミングだ。ジャッキーストリングさんですね。はい、よろしくお願いします。私のターン。手札から永続魔法発動。はい、あ、旋風。なるほど、カリバ BF の方か。ブラックフェザーもなんか最近だいぶ強いな、この反動。最近マジで見なくなりましたよね。カリバ詐欺してハーピーかと思ったら BF でしたり、なんか有利取ることあんのかな。あ、でもバック伏せられないから結構強いか今実は。え、これ意外と実は BF 強い。カリバって言ったら多分さ、相手バック伏せてこないじゃん、あんまり。意外と強い説あるね、これカリバ BF ね。結構そのカリバ詐欺ができるから、ハーピーじゃほとんどこの今の環境、多分カリバって言われたら意外と強い説あるかもしんない BF。 高額取ったらなんか絶対相手伏せるのためらうから、結構ね、強いんじゃないかなっていう話はありますけれども。さあゲイル、なるほど、これどこまで行くのかな展開。ブラックフェザーでも先行するやつもそんなにいないので、あんまりね、そのなんか出てきてなんかめちゃくちゃ強いっていうモンスターいないですよね。言うてあの戦闘上がりされないモンスター、あのアーマードウィングくらいですね。めんどくさいの、まあ土木ザーク出すから意味ないんだけど。はいはい、アサドブラックフェザー涙雨の千鳥4000打点高いね。で寄せりいるから、ゼフィロスですね。はい、でフィールド魔法を戻して特殊召喚、はい、でフィールド魔法を発動してワンドローと。はい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 、どうぞ。はい、どうぞ。強いですね、非常に。オッケーオッケー。いやでもクリーボール入ってないし、さすがにあのデッキクリーボールさすがに入ってないですから、多分普通にいけるんじゃないですかね。オノマトペア召喚、これね、あの分からせられる可能性が非常に高い。でドロドライバーを特殊召喚、そしてモンスターをさらに特殊召喚、ガガガマジシャン、ほい、ユーマっぽいでしょ。そしてガガボルトの効果発動、ガガガボルトで千鳥を破壊していく。そして、ドロドライバーの効果発動、このモンスターはドロドとランチしたモンスターの効果が特殊召喚に成功した場合、レベルを1個上げるという効果を1ターンに2度まで発動することができる。ほい、そしてガガガマジシャンの効果発動、頼むモンスター押してくれ。これで魔法カード3枚とかだったら切れるぞ俺。行くぜ、俺はレベル5のモンスター3体でオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、土剣矢通ります、土剣矢通ります。はい、工事します。はい、相手のフィールド上のモンスター掃除します、瓦礫処理します。はいはい、あい強っ、3枚破壊は強い、さすがに。物の見事に決まってめちゃくちゃ気持ちいいんだけど、敗戦ありがとうございました。さあお相手に勝ったユウマくん、オノマトは、先行だってフォトンストリックバンサーは結構なんか意外とガガガボルト処理できるんで結構よくて、意外と、はい、ドロドライバーいいでしょう、全く問題ない。でオノマトピアオッケー。いやこれね、ガガガボルトで処理できるからね、フォトンストリックバンサーあんまり関係ないんだよね。ドロドライバー、あっ君もしかしてこれアルティメットホープか、まさか。やばい、アルティメットフォームは強い、普通に。あ、ジアルエボ、でもライフアームズ、はい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 、でも対象に取らないですからね、土木サークはなんだかんだなんとかなる気がします。トルネードプリンがそんなに強くはないよ、あの全然回答あります、私土木サーク対象取んないんで。最強でしょ、最強なんですよ。オーバーネットワーク、ご主義主召喚、はい、ホープいいだろう、アルティメットホープ出すんだろう、これ結構強いんですよね、意外と。マジでこれ決まった時なんかすごいこと起きるから、マジで使ってみて一回、対象取れないホープ意外と強いから、意外と強い。はい、で希望ホープ出てくる、はい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 、でトルネードブリンが装備するんじゃん、で3000打点装備していくじゃん、ライトニングブレードもあんの、すげえな、お前マジでアルティメットホープじゃん。これさ、これさ、確かさ、うわ、装備モンスターは効果で破壊される場合代わりにこのカードを破壊するって書いてる、ゲロめんどい。ゲロめんどい、ゲロめんどいんだけど、このテキストマジ
トレミス効かない。いやこれどうすんだ、ドボクザーク行くしかないよな。ドボクザーク行ってこれが私だ、ドボクザーク行って、いやでも対象取んないんで、一応は一応ホープ破壊って言えば、まあ一応あのライトニングブレードは外せますね。ライトニングブレードは外せる。いや怪盗、怪盗ないけどなそれ以外ちょ8000のさ、このホープ出てきたらオノマトペにどうやって勝つのこれ。勝ち方わかんないんだけどマジで土木ザーク入ってなかったら罪では。一応土木ザークいくか。とりあえずこれで先にねガガガボルト打っても意味ないんですよね、これね。今何も破壊できないんで、今フィールド上のカード何も破壊できないんで、マジで意味なくて、これ結構やばいな普通に。でガガマンシャン効果レベル5にしていく。で土木ザーク守備で出して、ライトニングブレードを外させるしかないよね、これ。こうするしかないっていう。いやこれあれだったらあのウィンドとか、あでも手札足んねえわ、何でもねえわ、手札が足んねえ。で土木ザークの強化発動、そしてオーバーレイユニットを1つ使い、これこっちの方がいいか。オーバーレイユニットを1つ使い、はいはいはい、強いんだけど、いや強いんだけど、これホープさんがですね、これ破壊されないんですねホープさんこれ破壊されないんですね。ゼアルウェポンはライトニングブレードで守られてるんで、これねこうなるんですね耐性キモすぎ、耐性キモすぎだろ、耐性キモすぎるだろ、私のターン、やばすぎる。えこれマジでどうやって突破すんの、ガチで無理なんだけど。でもこれで一応ライトニングブレードなくなったので、は油断するな、言うの。ホープの攻撃、行くぜ。は俺のターン、取ろう。キモすぎるだろこのデッキキモすぎるだろ、何このデッキ。